こんにちは。アガルートアカデミー宅建講師の小林です。本日はですね、2020年、宅建試験に合格された方を、お呼びしてですね、合格者インタビューを行っていきたいと思います。はい、今回のゲストはですね、2020年宅建試験見事一発合格されました、ミサさんです。木下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきまでと同じようにおしゃべりしてください。はい、わかりました。はい、この度は宅建試験合格、本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、木下さんという方が、どういう方なのかということを最初にちょっと見てくださってる方に、お伝えしたいと思います。ずっとなんか接客のお仕事されてきたということですが。はい、はい、そうなんです。新卒以来ずっと一つの会社で働いてました。あ、素晴らしい。で、今はどうされてるんですか。はい、はい、今はその会社を実は、昨年の3月に退職しまして、はい、職業訓練校に通っております。職業訓練校、転職するためのスキルを身につけるためですよね。はい、あ、そうですね、はい。どんなお勉強されてるんですか。はい、経理の実務を学んでいる学校でして、今は簿記2級 の、 資格取得に向けて頑張って勉強しています。なるほど。でもきっと宅建に比べたら楽ですよね、簿記2級の方がっていうのもなんですか。ですね、うん、なるほど。そうですね、はい、わかりました。ちなみに、宅建試験の結果って、はい、覚えてらっしゃるところでいいんですけども、大体何点ぐらい自己採点で取られました。はい、多分、いや、実は38点で合格ラインギリギリでした。いやいや、38点取るって大変ですよね。はい、大変でしたね。はい、内訳どんな感じでした、覚えてます。例えば宅建業法、はい、業法が何点、20点満点、宅建業法は多分18点ぐらいですかね。多分2問ぐらい落としてると思います。すごい、9割ですね。はい、満点獲得目標って言われてたので、すいません、頑張って満点目指してたんですけどはい、多分2問ぐらい落としてしまったんじゃないかなと思ってまして。なるほど。はい、で、意外に取れたのが法令ですかね、法令上の制限ですかね、うん、8問中8点ですね。8点、うん、これ以上の制限。あ、でも6点、6点なんか6、7点取れたって、なんか6、7点、はい、そうですよね、取れたかなはい、で、業法が20点中18点で、で、あ、そうか、権利関係がどれぐらいでした。14点満点なんですけど、権利関係って最初に出る問題ですかね。ちょっと難しいやつ。難しいやつ。何点だったか。ちょっと、あまり覚えてないです。ごめんなさい。10何点か取れたんですかね。10。うんうん。はい。でも、やっぱり38いけたっていうのは素晴らしいね。合格、ラインが38だったっていうことだったんですけど。で、権利関係難しかったし、すごい。難しかったですね私も38まで合格ラインがいくとは思わなかったです、正直。あ、今までで一番高かったですよね。なんか最近の合格点数からすると。そうです、そうです。30、はい、なんか6、7ぐらい取れたらいいなと思ってたので、自分ではできたかもぐらい思ってたんですけど、ギリギリだったなと思って、ね、なんか受験生全体のレベルが上がってるのと、はい、また実務科の書ってね、免除科目が5点もありますからね。ああ、そうですね、うん、そこのところでね、なんかこう合格ラインが上がってきてるのかもしれないですね。そうですね、はい、ちょっとびっくりしました。はい、で、その木下さんがなぜ宅建を受けてみようと思われたんですか。あ、宅建はですね、
ちょっと3月末で会社を退職をして、で、まあ、一旦その子育てに専念しようかなと思ってたんですけれども、うんうん、まあ、子どもが実は3年生と5年生で、うん、そんなに手がかかるあのわけではないので、うん、あのまあ、家にいる間に次 の, あの仕事に向けて何か資格を取りたいなと思ってました。でその中で宅建士を選んだのは、実はあの主人があのハウスメーカーとか、あの不動産とお付き合いのある仕事をしてまして、で宅建士あるよっていうふうに教えてもらって、まあ、興味を持てたっていうことと、あの秋には実は今言っているその訓練校、そういう経理の勉強がしてみたいなと思ってたので、ちょうどその期間で取れるあの資格だったので、まあ、一回チャレンジしてみようと思いました。なるほどね、宅建がちょうど10月にあるから、はい、あ、そうなんです。訓練校始まるまでの間に勉強して、はい、宅建取っちゃえと、はい、そうなんです、取れたらいいな。だから本当一発合格ってあの小林講師も田中講師もすごい言われたので、それが本当いい感じにあの追い詰められてあのよかったです。あ、お見せいただいて、はい、そうそう、さっきちょっと確認するの忘れてたんですけど、あの、はい、インタビューのところに田中講師ってあるの、過去問解析講座、もしかしたら林かな、あ、ごめんなさい、田中講師じゃない、林講師です、ごめんなさい、はい、ええ、いいんです、いいんです、もしかしたらどっかに、はい、そうです、田中っていうのが分かってたのか今ちょっとあのスタッフとの間で誰だとかって、ええ、いいんです、いいんです、すみません、林講師です、はい、OK です、OK です、そうですか、ね、え、じゃあいつからお勉強始めたんですか、はい、勉強始めた、実はそのアガルートさんにあの通信 の, その申し込みをしたのが実は多分6月20日ぐらいだったんです。そう、6月も下旬ですよね、下旬 で, で、7月、その6月から7月末まではあの子供があの学校行ってる間に平日勉強してまして、で8月になるとまた子供が夏休みで家にいたのでちょっとあんまり勉強できなくって思う通りができなくて、でまた9月と10月にしっかり勉強しました。で、はい、その学研やってみようかなってね、あの夫さんのおすすめもあって始めたんですけど、はい、その際なぜアガルートにたどり着いたんでしょうか。あ、はい、あのですね、まずその通学よりもこういう通信講座の方が、はい、あの自分の空いた時間でまだ自宅で受けれるので、もう絶対こっちがいいと思って、その通信講座を中心にあのまた探しました。で中でもそのアガルトさん選んだ理由は、ですね、確かその時のホームページに合格率が 55.6% って、まあ、実績が書いてあって、まあ、2人に1人受かってるんだっていう、なんか納得が安心感があったことと、あとはですね、まあ、あの授業料がその自分の予算内だったということと、実は小林講師の、はい、小林講師の、サンプル動画、はい、みたいな、はい、ものを拝見して、でそれがすごくその声が聞き取りやすくて、説明もまあ分かりやすかったので、これなら続けられそうと思って、で申し込みました。忖度ないでしょうね。ないです。すごいなんか持ち上げた感がある。本当に事実です。ありがとうございます。よかった。はい。そうですか。やっぱり通信の方が、あの環境的にはやっぱり良かったからっていうことで、まず通信を探されたってことですよね。良かったですね。はい。もうあの通うっていう、もう。ね、ちょうど本当その時もまだコロナそんなにまで言われてなかったんですけど、やっぱりこういう風になるとその通学通うこと自体が大変ですし、やっぱりあの子供がいるので毎日家にいたいっていうのを思うと、やっぱり自分のその好きな時間、空いた時間であの受けれるっていうのはすごく私にとってはあのメリットが大きいです。あ、そうですか。はい。でも今あれですよね、職業訓練校通学されてるんですよね。そうなんです。はい、であの訓練校はその、まあ、訓練校の良さで、まあ、仲間がいてあのモチベーションを上げるってことができるんですけれども、あの10月末から通っていて、で今もう11、12、1月、まあ、3ヶ月ぐらい、ちょうど本当5ヶ月のコースなので半分ぐらい終わったところで、やっぱりだんだんその自分のペースで勉強についてはあの進められないっていうところで、まあ、若干やっぱり通うのって大変だなと思っていて。あ、なるほどね。はい、
はい、だからこういう、まあ、あのアフルプさんみたいな通信講座っていうのは本当にあの受けやすかったなとか自分のペースでやりやすかったなってい いうのも改めて実感してます。なるほどね。職業訓練もリモートでやってくれたらいいのにね、はい、この時期です。本当ですね、うん、はい、そうですね、それがあるとちょっとありがたいです ね。お友達できるのは、まあ、すごいいいことだと思うんですけど、やっぱこのコロナ禍でね、はい、教室に行ってっていうのはなんかドキドキしちゃいますよね、はい。そうなんです。あとあの、まあ、通信のいいところってあの例えば小林講師だとあのちょっと早かったというところが私の中では実はあって、はい、でまあ、一旦止めてまた戻してとか、はい、で逆にあの林講師は結構あのゆっくり喋られたりとか、まあ、間を持ってっていうのがあったのであの2倍速とかにしてみたりとか本当にあのすいません、自分の好きなようにあの先生のこうやり方を自分に合わせて変えられるっていうのはあの本当に良かったです。あ、なるほど、ありがとうございます。まあそうそう、あの言われるんです、私喋るの早いっていうのと話が長いっていうの長いから早くして喋る。でもね、この私の講義もやっぱ倍速で聞いてる人もいるんですよね。あ、そうなんですか、それはすごいですね、うん、なんかもうずっと見てるのが嫌だからかもしれないんですけど、なんか倍速でそんなことない。ああ、なるほどね。じゃあ、まあ、通信の良さも、はい、通学の良さも、ね、それぞれ、はい、なんかちょうど同じ時期に経験された上で、やっぱ通信いいなって思うことが多いわけですね、はい、そうですね、はい、思います。ありがとうございます。じゃあ具体的なちょっとね、非常にあの短い期間で合格されたというところで、あの勉強方法とか、はい、そういうことをちょっとお聞きしたいと思うんですけど、はい、まあね、あの、はい、お仕事辞められたとはいえ、2人のお子さんね、子育てもあるし家事もあるし結構忙しいですよね、はい、主婦って大変ですね。ねえ、だって、まただ、うん、どうぞどうぞ、はい、こう会社勤めだったらね、朝9時行って、はい、6時までとかね、まあ流通業だったらシフトがあるんですよ、はい、決められてるんですけどね、はい、あの家事ってなんか再現ないですもんね。そうですね終わりがないですね。ね、そんな中でどうやって、はい、まあ、毎日何時間ぐらいお勉強されてたんですか。まあ時期によっても違うかもしれませんけど、あ、そうですね、だからあの子供が本当に学校に行ってる間はもう平日のもう午前中は絶対やろうと思って3時間は確保して、うん、あの やってました。で、ただ1ヶ月、試験の1ヶ月ぐらい前にあの過去問を初めて通して解いたら実は半分ぐらいしか点数が取れなくて、過去問がそれはやばい、はい、そうでやばいと思って、でそこからはあのもう5年生と3年生なのであの言って分かる年なので子供が、うんうん、まあ、あのお母さん絶対一発で合格するからみたいな、あの講師もこうやって言ってるからみたいな、それこそあの小林講師の動画を見せたりして、お子さんにもそうなんですよ、あの子供にも見せて、こういうふうに先生言ってるからママやらないといけないからって言って、であのもう本当に子供いる時間でも夜でももうそうです、ちょっとまとまってもう直前も1時間とかもう 9時から10時までやりますみたいな自分のことしてくださいみたいな感じで、あの家族に公言をして、まあ、協力してもらったというか、まあ、理解してもらったというか、それでも自分の時間を確保するように1ヶ月はもう、はい、しました。なるほどね、でも大事ですね、はい、ご家族のいる人ってねそうそう、家族の協力がないと多分できないと思うんですよね、はい、あ、ね、勉強してる間邪魔をするなとか、あれですか、夫さんは家事とか手伝ってくれました、はい、まあ、夫はそうです、もう私があの放置してたのでその洗い物とかもう夫が見かねたらするみたいな時はありましたけど、はい、まあ、でもあのそうですね、あの元々は夫が勧めてくれた資格っていうのもあるので、うんうん、すごい応援はしてくれました。あ、そうですか、
結構ご飯とかも温めてとかいうタイプの人だったんですけど、うん、私がその勉強してるのを見ると自分で温めたりとか勝手に食べたりとかしてましたね。温めるぐらいしてくださいよとかってそうなんですけどね。あ、でもそれ良かったですね、はい、良かったですね。いや、そうですね、はい、ね、そういう癖をつけてもらったらこの先ね、うん、はい、助かります、ね、またお仕事に復帰された時のことを思うと、ね、そうなんです。あ、でも、あ、そっか、はい、お子さんにもママの勉強してる姿を見せるっていうのはなかなかいい方法ですね。あ、そうですね、なんかそういうふうにも他の友達とかからも言われて、それはそれでいいんじゃないみたいな私の授業聞かせたのもいいことだと思う、はい、ありがとうございます。本当に、はい、ありがとうございます。じゃあ具体的に6月末に申し込みました、はい、で教材が、ね、はい、テキストドーンと届きます。で、はい、聞いていかないといけない、ね、どんなふうに講座とか教材は活用されました？はい、最初に、総合講義ですかね、うんうん、科目一番最初にその冒頭で宅建試験 の、 その概要とか、はいはい、特典とか、はい、教えてくれたので、もう本当まずはその宅建業法を力入れないといけないってすごい分かりやすかったので、結構メリハリをつけて、もう宅建業法は満点取るぐらいのつもりで、その総合講義を聞いて、で、一章ごとに終わったら、過去問でその、解いていくっていうのをやりました。オーソドックスに講義を聞いて、テキストで復習して、はい、過去問解いてっていう感じですかね。はい、そうですね。ノートとか、はい、3回は、はい、やってって言われてので3回はやりました。いい子です、いい生徒ですとか言って、ありがとうございます。ノートとか作ったりされました？あ、いえ、ノートは作らなくて、結局最後に持ち込んだのが、この総まとめ講座。あ、はいはい、総まとめね。はい、はい、これに結構書き込みますね。あとはその各、科目ごとのテキストにも書き込みました。物を作らずどんどんテキストに書き込むという。テキスト、はい、なるほど、はい、そうそう、アガルトの方で推奨している勉強方法ですよね。っていうか私が、そうです、言われてた、はい、で直前に見直すように、うんうんうん、もうその同じ勉強の流れで作れたので、はい、それは良かったなと思います。なるほど。過去問なんかも今3回繰り返されたっておっしゃったんですけど、はい、どんな風にして過去問は活用されました？はい、訪問も本当に、まあ、家にいたので同じその試験が始まる12時でしたっけ、なんか昼ぐらいのその時間に合わせて朝からちょっとリハーサル的なことを、まあ、最終的にはしてみたりもしたんですけど、はい、時間も測って、あ、そうかそうか、年度別の過去問なんかを時間を測ってやったりしたっていうことですか？あ、そうですね。普段過去問集、はい、ほら、さっきおっしゃったに、講義を聞いたらその範囲の過去問やってっていうことだったんですけど、はい、具体的にどんな風に、例えば間違ったところにチェックをつけるとか。あ、そうです、そうです、ちょうどこの過去問のところにこういうはいはい、なんか四角3つがあって、まあ、これは本当に3回解けっていう意味だろうなと思って丸が2個つくまでやりました。あ、なるほど、はい、やったらチェックじゃなくて丸が2個つくまで、はい、続けて2個くるまでは、だから何個も書いてるとこもあるんですけどはい、最終的には丸がつくようにしました。なるほど、そうですね、このなんか段からはみ出てるんですけど、あ、なるほど、何回もやってるからはい、そうですね、やりました。なるほどね。で、過去問やって
やっぱり何回もその間違ってる問題って分かってきますよね。はい。その内容をどっかにまた書き込みとかメモとかされたんですか？あ、そうですね。間違える、よくその間違えるところは、やっぱりこの総まとめ講座のところにも本当ぐにょ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 いっぱい書いたんですけど。すごい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 。はい。なるほど。でも、なんか、はい、いろいろ書きました。なるほどね。講義なんか、はい、講義もなんか有効活用してくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。しょっちゅうね、親父ギャグを言ってるにもかかわらず。いや、それほどなんか楽しませていただきました。結構動画って本当一方的に聞くだけかなと思っていて、うん、まさかこうテレビを見ているような感覚で途中自分がこう吹き出すような笑いをするなんていうふうに思ってなかったので楽しかったです。時々突っ込んだりとかそんなことはないですか？突っ込みしたかったですけど、もう先生面白いこと言うなと思って、はい、あと声かけの中で、そのここは皆さん難しいですから、もうとにかく進めてくださいっていうふうに言われてたのがあって、確かその高齢化金利関係だったかと思うんですけど、うん、なんかもう分からない、本当分からなくて、分からないのはでも自分だけじゃないんだみたいな、なんかそういうもんなんだとか、ここは範囲が広いからもうこれ出すとキリがないよとか、なんかその迷ってるタイミングでのそういう声かけっていうのもありがたかったです。すごいとか言って、いやいやでもね、私もね、最初は初学者で勉強してきたわけですからね、もちろんね、うん、やっぱ難しいとこは難しいんですよ、いつまでたっても。そうなんですね。で、なんかまあ、でもとにかく本当合格をすればまたその先理解を深めていけばいいしみたいなことも最初から言われてたので、その通りだと思って、とにかく進めて、とにかく合格と思って。はい、取り組みました。素晴らしい、はい。で、勉強時間も本当に、ね、短期合格されたということなんですけど、それでも直前期、例えば本試験前1週間ってどういうふうに過ごされました？これすごい大事だと思うんですけど。そうですね、1週間前はもうやっぱりその何回も間違えたところっていうのがもう洗い出されていたので、うんうん、もうそこをやっぱり繰り返すっていうことですかね、はい、もう新しいテキストとかは見ずに、うん、今までやってきたものだけを見てました。あ、なるほどね。もう1週間前は新しいことをせずにやってきたことを繰り返す。はい、あ、はい、王道ですね。はい、王道です。で、総まとめの本を繰り返されたと。あ、そうです、そうです。総まとめも、はい、その日持って行って直前にも 見てました。宝ですね。はい、あ、そうですね。わかりました。そうなんですよね。やっぱり、まあ、所詮は国家試験なんていうのは、まあ、受験勉強って何でも暗記なんですよね。そうですね。だからでも暗記したことって忘れるじゃないですか。だからその、ね、忘れてしまうから直前期にどう思い出すかっていうことからすると、おっしゃったように、新しいことをせずにやったことを繰り返すっていうのは、とても理にかなった方法だと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、合格をしたんですけども、試験を受けた感触ってどうでした？受けた時は。あ、受けた時はですか？まあ、ちょっととにかくすごい久しぶりのその試験だったので、なんかやっぱりその会場の雰囲気に飲まれるというか、もうとにかく緊張したなっていう感想ですね。はい、だから後で見直せるように、問題に自分のマークしたところは丸をつけたり×をつけたりしたんですけど、回答速報でその答えを見直すまではもう自分ができたかどうかもわからないみたいな、なんかそんな感触でした。で、合格はどうやってチェックされたの？ご自宅で確認されたんですか？合格日ですかね。はい、合格日。あ、まあ、ちょうどもう食欲猫に行っていたので、はい、ちょっと長いお昼休みにチェックして。なるほど、はい、密かに一人で。
あ、そうなんです、そうなんです。いや、もしかしたらあの、うん、はい、あの旦那にすぐ LINE しました。受かったよって。そうですね、はい、ここ見てみたいな。あ、なるほど、なるほど。しゃべって、はい、そうです、そうです、あのスクショを撮って、この番号とこの私の番号あるよねみたいな。なるほど、本当良かったですね。あのお嬢さんたちも喜んでくれたんで、お嬢さんたちも喜んでくださったんじゃないですか。あ、喜んでますね。で、なんかあの若干あのこう尊敬の眼差しを久々に感じるというか、なんかママやるじゃんみたいな。よかったなと思います。なんか教育上もいいですね。そうですね、あの、まあ、ね、本当そうです、一生懸命なんかやる姿って、まあ、一生懸命なんかやる姿って見てくれてたのか、まあ、あれだけやればみたいなのが、ちょっと上の子にはあったのかな、なんか、ママ雇ったもんねみたいな感じで言ってくれて、ママ雇ったもんねみたいな感じで言ってくれて、はい、よかったなと、はい、そうですよ、合格率とかね、はい、あの大学受験より倍率高いとかね、高校受験よりすごいね、競争率とか言って、あのガンガンチェックしてください。本当ですね、はい、ね、本当ですね、はい。で、今回、まあ、あの何かスキルを身につけようということで、はい、今ね、その経営ですか、はい、関係の職業訓練には行かれているんですけど、はい、まあ、宅建も取られて、今後なんか、宅建の資格を生かしていこうとか、あるいは新たな資格を取ろうとか、展望とかあれば教えていただけますか。はい、そうです、宅建は、まあ、どこかでなんか使えたらいいなと思ってはいるんですけど、はい、今言ってるその経理 の、 その学校が実はちょっと実習もあるような学校でして、うん、で、ちょっとこの先その税理士事務所とかあの会計事務所で実習することがあるみたいなので、はい、でそこでなんかちょっと相続関係 の、 あのを中心にしている税理士事務所だと実はその宅建のことが絡んできたりとかっていうのをちょっと聞いたので、うんうん、なんかそういうその合わせ技みたい な、 なんか資格が活かせればいいなと思ってます。あ、そうですよね、はい、例えば行政書士とか宅建とか持って、はい、で税理士事務所で一緒になんかこう仕事するとかね、はい、そういうなんかこう複合的な有資格者を集めた事務所っての増えてきてますからね。あ、そうなんですね、うんうんうん、はい、え、じゃあ税理士もチャレンジする。あ、そうです、なんか税理士もなんか面白そうだなと今思っていて、はい、あのちょっとまあ実務経験もいるみたいなので、はい、今すぐにかはちょっとわからないですけど、でもなんかそういうあの勉強したいなとは思ってます、ね、そうですよね、独立会議をできたら、ね、はい、言うことないですよね、はい、そうですね、ちょっとまあ年齢が大丈夫かなとは思うんですけど。大丈夫です、大丈夫です。やっぱ接客業をされていただけあって、ね、人当たりが良さそうな感じなので武器ですよ。ありがとうございます。はい、恐縮です。なんかね、いろいろ話を聞かせてくださって、はい、でも子育てしながら、はい、家事しながら短期合格というのは素晴らしいことだと思います、はい、本当にありがとうございますということで、ラストの質問といいますか、はい、お願いなんですけど、まあ、今あの、はい、宅建ね、本年度の宅建試験を向けて勉強を始めようという方とか勉強している方へあの向けてメッセージをいただけたらありがたいんですけど、はい、そうですね、あの宅建試験はあの小林コーチと、林コーチが言われてたように一発合格できると思いますので、はい、あの目標達成に向けて頑張ってください。はい。はい、一生懸命やる姿もね、家族へも感動を与えるという。そうですね、はい、みんなにあの分かってもらうために。はい、やりました。よかったです、本当、はい、今日はあの、はい、いろいろこう、ね、あのためになるっていうかね、あのお話、貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。じゃあまたあの新たな資格に、はい、チャレンジしていってください。あ、はい、ありがとうございます。また頑張ります、はい、はい、この度は本当にご報告おめでとうございました、
ありがとうございます。はい、以上、2020年宅建合格者、難しいんですよ。昨日ミサーさんなんかね、とても綺麗な名前なんですけどに、お話をお聞きしました。はい、どうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。